いや、俺さっきコメントでちょっと流れて気になってたんだけどさ、有名作曲家田中秀和容疑者、強制わいせつ未遂容疑で逮捕。あの田中秀和さんって、あの俺が本当にこうやってあの耳コピするきっかけになったというか、本当にこの行き過ぎコードとかを、そもそも田中秀和さん作曲のあの灼熱の卓球娘の、そうですね、あのオープニング灼熱スイッチの、でもう耳コピしたところから、まあ俺はそのニコ生での、まあ、活動方針を決めたというか、まあ本当にもう本当に俺の活動の根幹になってるような人なんだけど、10代の女性に対する強制わいせつ未遂の疑いで警視庁に逮捕されました。うん、馬娘プリティダービーはアイドルマスターシンデレラガールズのテーマソングを担当していますと。詳細が全く出てこねえ。俺これやった後だとなんかな、田中秀和が名曲作りすぎたせいでなんか裏を感じざるを得ないな。これはどうしよう、これやった後にそれ話聞かせてくんのやめて、マジで。お、もうなんかもうそんな気がしてきちゃうじゃん。裏があると思っちゃうじゃん、これやった後だと。やめてくれ、これの後はまずい、本当に。はめられて、いや違う、実際はめたのは田中秀和さんでしょうけれども、ちょっとやめてください、本当に。水差すなって、マジで。こんなね、せっかく、あ、